ピチャピチャピチャ。どんな音させてる？あ、ピチャピチャピチャ。さあ、小田原さん。ピチャピチャピチャ。小田原さん。ピチャピチャピチャ。
に不思議な不思議な布がありました。この布を上に上げると新平くんが消えてしまいます。もう一度上に上げるとああ、戻った。
くん。いや、本気で間違えたね、今ね。ほら。ジェシー君、全然を探しに行こう。どっかに逃げたみたいなんだよね。逃げたよ。そっち？どっち逃げた？こっち。このさ、ピアノの後ろ。ピアノの後ろに逃げた。みんなのところは？どこだろう。いや、どこ行った？新平君！新平君！こっちはいないよ。こっちは？こっちに走って逃げた。こっちかな。どこ？どこ行ったの？中にいる。そうだ！この中にいる。あ、じゃあさ、みんなで、うん、せーので捕まえちゃおう。よし、みんな、行くよ、行くよ、行くよ。せーの！え？みんなで呼んでみよう。せーの。
前を教えてください。みずきちゃんだね。みずきちゃんの名前だね。みずきちゃんだよ。みずきちゃん、うん、みずきちゃんじゃんさ。そうだな。じゃあ好きな食べ物は何ですか？みかん。あ、みかん好きなんだね。そうなの。ありがとう。みかんが好きだ。じゃあさ、みずきちゃんさ、じゃあもう一個聞いてもいい？じゃあ大きくなったら何になりたいですか？
そしてトーン僕たちはマネック戦隊マイルドそう、私はマネック戦隊マイルド。この船はマネッコパワーで動いているんだ。そう、僕たちのマネッコをしてくれればこのマネッコパワーが固まって船が動くんだ。そう、うん、でも簡単だ。みんなも僕たちのマネッコをしてくれれば大丈夫だ。僕はリズムのマネッコ、マイドブルー僕はリズムのマネッコ、手拍子のマネッコをしてくれ。こうだ、パンパンパン、はい、パッパッパッ、はい、素晴らしい。そして私は歌のマネッコ、マイルピークみんなできるかしら。いくわよ。ラララララ、はい、ララ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 ラ、はい、ラララララララ、どこかで聞いたことあるわ。みんな本番も頑張ってね。そしてこのチームのリーダー、マイルラット。僕は動くメガネオンメガネとか言わない。僕は動きのマネットをしてもらうぞ。さあ皆さん、ゆっくり立ってください。立って。さあ船が動くにはみんなで立つしかないよ。さあ皆さん、どうすけ、どうすけ、まるまる、そうにもう、あっ、拠点よ、まるまる、おお、
マイルマン来たんだ。すごい。リーちゃん見て。え、何？あ、マネコパワーが溜まってる。あ、会えたの？会えたの？会えた。やった。あ、みんなできてる。あ、やってる。あ、あの奥のお父さんも。やってる。すごい。あ、ありがとう。ですね、いらなくなったものとか、あとはね、壊れたものとかが置いてあるガラクタ島っていうところなんですけど、ガラクタ島は何もないから必要ありませんね。そうですね、うん、ガラクタ島はじゃあちょっと見るだけにしましょうか。見るだけ見ておきましょう。みんなじゃあ望遠鏡作って。あれあれ、ガラクタ島なのにお花が咲いてるね。本当だ、綺麗だね。でもどうして綺麗なお花がたくさん咲いているんだろせーの、高い
さあ次の曲でもう最後の曲になってしまいます。もっと1名。ありがとうございます。さあ次の曲はね、最後の曲なんだけど、みんなにもね、ちょっと大きな声を出してもらいたいと思います。最後の曲は「みんな綺麗な空なんだ」っていう歌です。今日さ、ここに来るときさ、どんな天気でしたか？ 雨降ってたよね。そう、雨降ってた。でも昨日は、そうそうね、毎日毎日違う天気だよね。そう、毎日ね、変わる天気みたいに違った空みたいにね、僕らの気持ちも毎日違うよね。明るかったり、嬉しかったり暗かったり、とっても嬉しかったりね、いろんな気持ちがあるよね。そんな気持ち、どれも大事なんだよっていう歌を歌った、この曲でお別れしたいと思います。 みんな綺麗な空なんだ。今日、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。
CD が売っております。初めての CD が出ました。
先ほどの、2部の一番初めのレッツゴーオードラワッペンと、あとロボットさんという曲と、もう一曲、あのね、とっても有名な曲、うん、とっても有名な曲を今から歌う曲をね、入れさせてもらってます。こちら、オードラワッペン、あとロボットさんというね、このあとロボットさん、即死コネクシンペアでございます。そしてもう一個あるんだよね。そうそう、もう一個あるんです、はい、あ、みんなの胸にもついてる、さっき出してくれたね。あ、そう、これこれこれ、これはなんて言うでしょうか。サマタリーさあ、青空ワッペンオリジナルワッペンも販売いたします。そしてなんとですね、うん、はい、このワッペンと CD 両方お買い上げいただくと、うん、なんと合わせて1500円という安いだよね。安いのか高いのかよくわかんないけど安いんだよね。あ、もう安いなと思います。安いんだよね。ぜひぜひ今回の思い出にぜひ形に乗らして書いていただければと思います。そう、このワッペンは増刷しないそうですか。あ、限定100個で、今日でなんと売り切れになるというね。え、今日で売り切れですね。ありがとうございます、ね、そうで、皆さんの、あのおかげで無事に伝承ホールに帰ってまいりました。はい、でもね、あの僕たちとてもあのまだまだ今日でというか、今日で結成が1周年なんですよ。ありがとうございます。そう、だからあの全国にね、行きたいなというふうに思ってるんです。あのね、なんかね、なんか子供向けの父はとってもなんか変な感じなファミリーコンサートなんですけども、あの僕たちやっててとても楽しいんです。変なことですよね。でもあの僕たちあの想像力っていうのをとても大事にしてて、あのパントマイムの想像力とか歌の想像力とか音楽の想像力っていうのをとても信じてやっております。なのであのぜひあの僕たちを呼んでください。よろしくお願いします。ぜひ頑張ります。お会いでも行けますよ。はい、これからも頑張ろう。はい、頑張ろうね。お知らせはこれぐらいでしょうか。そうだね。はい、そうですね、はい、あと動画とか、はい、YouTube とかでもあのこれからも活躍していきたいと思いますので、どうぞこれからも温かく見守っていてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ最後のお話ししましょうか。はい、よし、いきますよ。最後はあの超有名なチャルですよ。そうだ、この後ほら井桁先生のコンサートで講演会もありますので、ぜひあのお時間ある方はぜひ、ね、井桁さんの講演会も聞いていっていただきたいと思います。はい、雨やんだかな。どうだろうね。この日だけよく大雨だったもんね。皆さんガラガラになってたらもう全部の椅子に故障中って貼ろうかなと思って。そうそう、僕ら本当にギリギリまで困ってましたけど。そう、じゃあ最後にね、雨が上がって光が差して運が良かったら見えるものなんだ。あ、その通り。虹を歌って今日はお別れしたいと思います。では行きましょう。君の君の
ありがとうございました。それではメンバーを紹介します。準備。